はい、作業です。DA には DA を。じゃあ先に生えたら、そう、先に生えた方がこの試合の勝者です。これ僕がやりたかったの。後ろ投げ空母だけだったらダメなんだって。クーエヌ空母も立ち回りで狙わないと、やっぱりこのゲーム、このキャラで安定させるの無理な気がするわ。普通に立ち回ってても多分ダメなんだよな。ゼロサムがあれは一応ちゃんとしたら隠る、ちゃんとしたら隠るから狙った方がいい。ゼロサムがクエのフリップするような感じでさ、ああいう感覚でセイロスもああいうの狙った方がいいと思うんだよな。ハデス、ああ後ろか。うん、消えた。大会とかならセフィロスあんなに、あー、もし羽の見間違いがもし起きたら変えるかもしれん。いや今結構良かった、狙いは良かったんだけどな。では今最近意識してること、このクーエヌさ、クーエヌ空母絶対もっと狙った方がいいだろって思ってるからね、最近意識してます。我々いや絶対狙った方が強いだろう。なんかね、他のさキャラと比べるとさ、他の人と比べると明らかに壊し要素が足りないなって自分の中で思ってて、なのでちょっと最近こういうのを取り入れてます。何度でも導いて